めっちゃくつろいでましたんですよみたいな感じの YouTube で、はい、でじゃあただセッティングはまあ確認だけしていただいてさ、まあねこれはね。色が重なる最後の、はい、いっぱい食べて休憩しました。もう撮影も4日目撮影も4日目素材はある程度取れ、もう大丈夫だろう。ただ天気はまあこんな、まあこんな、さっきも真っ黒でした。あのここはこんなんですよ。ここはこんなんだ、いいんですけどね、はい、その毎日ね、そのなんだろう、台南とかあんなところみたいにとかカオションみたいに、はい、晴れではないですよね。だって暑いでしょ。いやあそこは暑いんですよ。あでここはまあ湿気高い、湿気高い、変わりやすい、はい、まあまあまあいいところ、えまあでまあね、そのね夏はだからやっていけるけど、はい、冬は毎日これ、あの東風ガセが、はい、そうトンペイチーホン、めちゃくちゃ強い風が、はい、そうなんですよ、トンペイチーホンが来るから、あれがね、あれが来てる限りずっと一月雨とかありますからね、一月一月太陽が出ないとかは何度もありました。はい、ここはね、ここはこんな感じだから夏来ていただいてね、あの撮影しましょうかっていうのは、台風とにわか雨にだけ気をつけていればまあ大丈夫なんですけど、はい、そうだけど、まあその冬場は晴れないで、ごくまれに晴れた時にあのドローンショットで撮ったみたいな、すっごく綺麗な空が出るんですよ。その雲がすごい下にあって、上に太陽があって、でちょうど雲の位置関係でこう空気もすごく綺麗で、こう抜けてるような、ああいう日がたまにあるって感じです。はい、そうです。なんでやっぱりここを中心に活動するカメラマンっていうのがやっぱあんまりいるにはいるけど、全然そういうの適さないところなんで、ここは選ばないですよね。そうですよ。ほうほうほう、シャープと声よ、消えすぎた感じ。水泡一点で。水泡一点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 。まあ。ここは毎日こんな感じの曇りが多いんでね。まあ、はい。じゃあ、み、はい、み。はい。さあ、もう撮影、さあ、4日目、行きますよ、皆さん。はい。これ今日終わったら次もまたあるんですよね。でももう土屋はそんなにハイペースじゃないんで、僕はあの明日、はい、朝一あの6時の飛行機で、はい、多分10時に関空着いて、はい、そのまま僕はあの音楽ライブの収録仕事はなんぼでもある。乗れます、乗れるんやったらあの後ろ開けましょうか。後ろ開けて、はい、どんどん積んでください。はい、湿度はどうぞ、湿度は高いですよ、今日も。水の中もうじっとり、もうじっとり。はい、いいですかね、はい。じっとり。水ですよ。はい。保湿空間。はい、乗りましょう。はい、乗ります。乗ります。乗ってください。前の座席も乗れますかね。じゃあ、警備員さん前な感じですかね。はい。乗れます、開けます、開けられます、はい、じゃあ車を押しましょうか。いい、あの運転しながらだとあれなんで、まあ、はい、ということで現場に行きますの現場にということで現場に行きます。はい、ここで、うん、あ、でも、もう、多分、はい、多分、
まあ下は映らんから上半身だけ。まあ、なんか撮っていただいて撮っていただければ前カメラで、はい、これが良ければこれでもやりますし、まああれとかを持って使ってもいいんですね。あそこのテーブルにしてるやつがガーッて持ってそれに座るでも。この格好がどうしても気になるのったらしたい。いや、これはタコさんの自分なりでもこの2つにもたれかかるかもしれないっていうのに。これですね、ではちょっとそのあれ、ブラブラしてるからね、こんな感じ。あ、ここは死ね、ここに何もないここに、ね、これでちょっとこんなんで、つまり逆にこの体勢かこの体勢かのどっちかを意識した方がしんどい。こっちの方だと思う。こっちの方がいい。あ、ほんなら立ちに行く。バター釣りましたね。バター釣れてる。こんな世界だ。あ、でかい。でかい。どれはい、あ、ほんまや。行こう。行きたい。ドリンクもみきまーす。えぇ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと出します。もう少しそっち寄ってもらって、はいはい、で、あ、とても立っていたのに、あ、そうか、それぐらいですね。まあ、エスカレンタッパも同じ目線でやりたいので、うん、NHK はまず大変なことになるみたいなのが全部入ってるから掘れない掘れないことは今は大丈夫です。じゃあ、はい、じゃあ始めちゃいましょう。なんかこう、絶対的な小柄みたいなキャリアに対して、うん、はい、重複してますが、はい、今まで来てます。お答えしてください。まず、菅野君ですけど、はい、俺はって、この子たちどんな子供ですか？まあ、やっぱり、勉強とか、ぼんやりしたりとか、そういう時に、勉強とか、ぼんやりしたりとか、そういう時に、勉強とか、ぼんやりしたりとか、一人でやるタイプ、それとも友達と。いや、多分じゃあ、もうやってもらうんですけど、あの、おいしいや。なんかもう、小さい時の接触でやってるんだけど。そうですよね。
中でも、どうでもやる研究っていうのは、日本では、いやいや、これ次美味しいです。次美味しいです。これで、ちょっとあの炭鉱の匂いが、で、これでやってみましょう。何だ、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 これ、ちょっとやってみてください。大体、あ、そんなもん、もうか、死因。これですけど、苦手じゃないけど、普通のレモン一番飲みやすいよね。もうそんなにバラ行こう。それはまだ飲みやすい。それは甘いですね。あのバラの花、好物のは美味しいやつ。それ、畑にも手でいいですよ。あ、はい、あ、レモン、レモン、はい、ラムにして、マジ入ってるね。あ、そうなんです。そういうことうまいそう、はい、いや、なんか、なんていうか、はい、そういう言い方するじゃないですか、はい、そうですね、なんかそれをロマンチックに語られるように、はい、もっとこうリアルに、リアル的に言うから、めちゃくちゃ響きます、はい、そうなんですよ。じゃあ、1日何やってますかって子供らとエーペックスしたりするんですけど、はい、でそれも含めて1日が大事なんです。それを含めて、それで別にええやんって思えるんですよ。そうです、そうです。昼でもするんですけど、することが大事だから絶対に、これはやりたくないようなやつに時間を使わない。会議に出ない。人間の半分ぐらいと4分の1ぐらいがちょうどいいですよね。ちょっとやっぱ台湾全体で飲みも甘いですよ。糖尿の数が多いです。そうだよ、台湾って肥満、肥満などの成人病、はい、子供の肥満がすごく問題なんですよ、はい、子供のうちにこういうの飲むじゃない。ちょっと多いイメージ、ね、子供のうちからこれ&パーコー弁当で決まってしまうともうね、バイクそらなるわ。スーパー行く兼って、風邪痛、もう絶対にね、後ろ君は収束した。これでも刺さないやつでしょ。これは草加賀、これはね、刺さないんですよ。これ日本にもおるようなやつ、ハムシですよね。そっちこの辺のあの養殖池に巻くためのなんかプランクトン発生させるためのすごい、あの魚の死んだやつ詰め込んだタンクから大発生するんですよ、で夜にこれを食べにコウモリたちがバンバン、コウモリがバンバン飛んできます。はい、一日を大切にするために頑張ってますが、昼寝もしっかりしてゲームもやって、まあぼんやり1日ずつ。このナレーションさんをインタビューが終わった後に、あの実際はそんなええやつじゃありませんのフォローアップしとかんと勘違いした人が、そう、あまりにもかっこよく見えるとそのギャップに悩んでね、来る人とかいたら嫌なんで、あのそんなエモいんじゃないですよっていうことは伝えておきたい。一日一日を大切にするために毎日川遊びで、はい、バランス取れてて、ええですかね。おお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 OK OK OK， 大门来了啊 ！OK OK OK， 哦哦，今天很多的收音的。对，我们今天那个拍。拍啊 ，OK OK OK OK。这个绿色的。是呀，这个。啊，そこあの何だっけ。
手洗えるから。我打钢笔，你们这样。啊，那个等一下还要回去研究所，然后再拍一些东西。好好。老板，谢谢你们。再见。再来不是我就我心里讲过他是一个哦真的很好的老公、嗯、就是一个很好的爸爸的一个哈、哦、是一个很孝顺的孩子，因为他常常有跟我讲说他也有想回去孝顺爸爸妈妈、嗯、就是为的小孩子的生活、嗯、回去可能很难找工作。他的老婆是台湾，也是台湾，他老婆是台中人、哦、台中人，下次有机会还在过来。好好，有机会来找我们玩。ここの人たちと一緒に中秋の名月の時に酒を飲むイベントっていうのをやったんですけど、まあね、どう見てもね、その筋の人みたいな人相の人らが集まってビール飲みながら瓶ロウを噛みまくってるっていう、もうあの絵がね、まあね、強烈にね、あのいい感じで収めて、もうどう考えてもこの人らやばい物の取引やってるみたいな雰囲気のね、そのあのなんで、そうではないんですよ。で、なんでこんなにいかついのって聞いたら、もともとおまわりさんの人とかが多いのかな。だからもうそう、おまわりさんとそういう人たちって見分けつかなくなる時ってあるじゃないですか。日本もそう。日本もそうですよね。で、なんで、どっちかわからん。どっちかわからん。もう定年退職した後、ここでエビ飼ってるって言って、前何やってたの？いや、あの、おまわりさんやってたって言うんで、ああ、そういうことね。見た目、なんでそんな風にいかついことになってるんかって言ったら、もともと、そういう人たちですかっていうのはね、ありました。もうこれで、これで収録は終了という。最後にこれでまだあります。一番大事なシーン、はい、そしてバッテリー9割終わりました。はい、バッテリーがなくなってきたんで一旦止めましょう。はい。And we keep this one here and I will do the procedureIn this water, yeah. Then just I am sure this one will not show the strong the bubbles. Mm-hmm. Yeah, it's good. And I discard all of the. Hi. あれです。あのこれ一応ね、その透明化標本っていうのを、まあこういうの作るわけなんですけど。これ透明標本作るわけですけど、こういうの作るときにその皮を剥いた後にね、その色素をこう落としてしまいたいわけなんですよ。でその色素を落としてこういうふうに白くすると、でこういうの作るわけですけど、この作るプロセスをちょっと動画にしておこうかなと思ってます。で YouTube の上にアップロードしてみんななんか見えるようにするということをしようとしてます。毎回講義なんかに行くと、まあ、研究の話するんですよね。ああいうこう研究、こういう研究ってしたい、まあ、するとで骨格の説明するときにこういう透明サンプル使うんですけど、そうすると必ずまあ研究のことはよくわからないんですけど、この透明化標本どない作るんですかっていう質問はもう毎回受けるんで、まあ、ほなあの YouTube の上でこう公開しとくからみんなで見てっていうのをまあ言ってるん でそれをちょっとそのステップに分けてこう動画の素材を作っていこうかなと思って、あの動画を収めてたところです。で今回はその過酸化水素水を使って白く魚を白くしよう、でも入れすぎると泡が出るよっていう、失敗しないでねっていうためのそういう動画を作って、動画の素材を撮ってました。彼にはどっちを教えて、その撮り方を教えてたのか、実際の方法を教えてたのか。おそらくこれは彼も今後やるだろうし、一応流れとして説明しておくっていうのと、やっぱ僕一人で英語で話して空に向かって英語で話すっていうのはちょっと大変なんで、あのどうせ彼もやるだろうから一緒に説明するし、そのついでに動画に撮っといたら、まあ、彼見て忘れてる時にもう一回見直してくれたらいいし、でそれをついでに世の中に出しておけば、あの参考にしてもらえるかなと思って動画を撮ってました。なんかちゃんとした GoPro と GoPro と、まあ、これあの Vlog 機ですけども、はい、一応まあそのそうそうだ、コロナの時に出れなくなって、で講義をやろうとかした時にですね、まああのオンラインでやるっていう機会が増えたんですよね。でそうするとその普通に
画面越しに話しててもまあつまらんだろうなと、それだったらちょっと面白げな絵を撮っておこうかなと思って、でそれでこういうちょっと機材も揃えて撮るようにしてます。でそしたらもうあの、ね、そのまま動画 YouTube にアップしておけばみんなが見れるだろうなということで、こういうことやってます。はい、ありがとうございます。はい、俺らの撮影的にはもう OK なんで、切れないとこまでやってくれ、はい、じゃあもうあのいい感じでこれで、はい、はい、あの物は入めっちゃ時間かかんないですけど、すぐです、もうそのピンポイントだ、はい、でも地球のあった絵本とおかんの話は、そう、それは出てるんで、そうそうそう、でもあおかんは地球声を聞かせてくれましたとかはしてるんで全然、はい、だからもうそのもうちょっと前提の話だけど、あ、前提の話だけど、はい、そっちからも、はい、あ、ね、遠藤君のやつ、どうですか、息子の心の中でこれを書いてるゲームしたいと思います次、ツイエフェクス、はい、立てかけるもんなんか、あ、まあ、あ、そうか、2つあるから、そういう感じ、あ、もう壁とかに立てかけるんで、あ、はい、これガーッと向こうにつけても構いませんし、はい、全然大丈夫です、動かせていただく分には、もうでかそう、ツーショットでかそう、うん、はい、もう皆さん、お土産を取ってくれる感じでございます。GoPro が熱くなってまいりました。私別に何も話さなくていいんですけど、私は皆さんが働いてる様子をこう、俗に物撮りです、はい、物撮りをやる様子をメイキングビデオ用に僕が収録するっていう感じですね。はい、物撮りをやられております。いやだからやっぱりそのこれね、物撮りもやらんとあかんってことですよね。だからカメラの人は全てをやるわけですよね。料理もんなんかやるときも、ね、はい、ポートレート撮影&物撮り
パンバランスのやってくれるな。あ、でもね、ちゃうねん。それでも一応撮りたい。パッケージ前、あの開ける前、エンドログのネタバレ前に使うかもしれない。そうそうそう、初めユノナちゃんの絵だけ見せて、うん、そしてもう一つエンドログ君からはって言って、そうそうそう。これあの、日本班は日本の班で動いてるんですか、それとも吉田ディレクター。僕が言ってますカメラだと思ってるうちに。そうか、じゃあワン出かけて撮るとどっちでも、あ、どっちでも全然いいと思うんだけどな。逆、右からでしょ。そうやな、角度的には外れた、それぐらいの角度、離したら浮いてくるし、いや、あの鼻もおどく、どうぞ行きます、せーの、手入ってる、これ、左手はね、うん、右入ってなかったね。オッケー、はい、じゃあ、ゆのなちゃんの写真、じゃあ、写真はこっちで立てかけようか、こっちで立てかけようか。あれですよね、僕的には、いや、あの、日本に持って帰ってもらって何回撮ってもらってもいいんですよっていうのはダメなんですね、これは。それはダメです。研究室に、おかんは基本的に協力的な感じでした。めちゃめちゃ協力的です。うん、もうあのただのなんていうテレビ的な、はい、なんかそんなこっちが出した通りとかは、はい、やらんよ。あ、やらないですね。もう子供たちが自分らで考えて。はい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 、はい、はい。そうです。まあ、でも協力する、すごい協力する。基本太田一族自分で考えろは結構そ、まあ、それぐらいです。そんなに文化資本豊かな一族でもないんで、ただまあそこだけでしょうね、自分で考えようっていうね。はい、タイミング置いといてください、それで撮りますから。これ一応撮ります。はい、あ、撮るんですね。撮ります。一応ね、もう僕の中に9割9分使わないやろうと思ってるけども、まあ撮ると、触れたからにも一応撮っとこう。はい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 、そうですね、使うってことになって絵がないと困ったことになるんですよね。これこそアマゾンで同じもん売ってるから、それ使う、日本帰って撮るってわけにもいかんなんですね、これ。でもなんか太田さんの YouTube とか SNS をチェックして、はい、これを買わたりのお母さん、Facebook でやり取りはするんですよ。あのおかんはすごい早い段階でコンピューターの使い方を覚えて、すごい早い段階で
SNS も使い始めたんで、あのいろいろとね、連絡のやり取りもやっているんで、 PTA の集まりがあるけどお前の嫁はいかんと言っておるけどどうしたらええんだみたいな、まあそういうのはね絶えず来るんで、さすがに今年もうちの嫁っていうか、あの奥さんも PTA の集まりでくじ引きで PTA に当たってしまい、やるっていう、まあ前あのお話ししました、あれですよ、はい。オールアップでございます。オールアップでございまして、これが終了でございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、これからもまだいろいろ案件がある、吉田ディレクター、そしてあの前原君も、あのこれからまだまだ仕事があるのでしょうが、ありがとうございました。今回これで無事に終えることができました。ありがとうございました。はい、それでは、はい、日本へ帰ります。日本へ、はい、無事にあの日本に着いたら何かあのご報告ください。お土産を買って日本に帰ります。お土産が何を買ったらいいでしょうか。パイナップルケーキとかが無難かと思います。太陽餅もいいんですけど、あれは食べるとボロボロ。ナイトンチェンどうなんだろう。イーラン名物は、またそれはそれでね、はい、ありますけどね。はい、ネギクラッカー。じゃあマイクを外します。はい、マイクを外してください。はい、このおすすめですと、ネギクラッカー。そうですね、ネギクラッカー。ナイトンチェン17枚で。ナイトンチェン、多分、あれ持っていけたっけ。あ、平気です。あ、平気ですか。外側ケーキ、中身プリン。そうですよね。はい、あれ、生のものだと野菜が入ってないんで。あれ、別に生のものが使われてないもんね。あの果物とかもね。ちゃんとするとなんだっけ、クックされてる。保冷剤。保冷剤を保温パックに入れて。あ、そうかそうか。それでマシですね。で、はい、届いついたらすぐに食べるってパターン。そうですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、じゃあもうこれで、私はもうこのもうあの何も、もう私の YouTube 材料的にはもう十分いろいろネタを取れたんで、はい、OK です。ラボ戻って、はい、ここで荷物取るついでに、はい、太田さん一個だけ取り付けてもらいます、ね、あ、わかりました。はい、はい、それでは帰っていかれました。はい、濃密な4日間でございました。いろいろ学びましたよ。はい、まあ一応これで今回の読売テレビグッとくる地球便の取材は終了と、完全でこれで完結でございます。というか、まあこの後また編集やっていろいろ載せるんだけどね。じゃあね、はい、じゃあ、はい、それでは。